ソ馬マヤ美術館はメキシコシティにある美術館である。実業家のカルロス・スリムのコレクションを所蔵する美術館。入場無料。ソ馬マヤとはスリム氏の亡くなった妻の名前である。1994年にメキシコシティ近郊のサンアンヘルに小規模な美術館が創設され、現在はプラザ・ロレート館として運営されている。これとは別に、 2011年3月、フェルナンド・ロメロの設計で、メキシコシティ市内のヌエボ・ポランコに大規模な新館がオープン、プラザ・カルソ館として運営されている。15世紀から20世紀のヨーロッパ芸術を所蔵し、エルグレコ、ティントレット、ルノワール、ドガ、ゴッホ、ミロ、ピカソ、ダリ等が展示されている。ロダンの彫刻のコレクションは、フランス以外では最大規模である。 また、ホセ・マリア・ベラスコ、ディエゴ・リベラ、ダビッド・アルファ・ロシケ・ロス、ホセ・クレメンテ・オロスコ、ルフィ・ノ・タマ・ヨ等、メキシコの作品も展示されている。その他、工芸品や、歴史的な遺品や書類、コインのコレクションも用している。日本に関連する、所蔵品としては、作者は確定していないが、ノアの箱舟伝説を、日本風の屏風絵として仕立てたた、大洪水図屏風がある。 ありがとうございます。